どうもお疲れ様です。そうですね、十数年前から20年ぐらい前ですかね、2004年とか2005年の頃ですけども、そのインターネットってのがなんとなくこうね、無料の Yahoo BB パックみたいなのが配られだして、まあ、私もすぐに取り入れたんですけども、あ、これはすごいのが出てきたなと思ったわけですよね。何がすごいかっていうと、誰にも知られずに情報にタッチできるっていうのがすごいなと思ったんですよね。誰にも知られずにですよ。特にまあ、いわゆるね、ちょっとこうお色気系の趣味っていうのは、本屋に行くにしろ、ビデオに行くしろ、それから自動販売に行くにしろ、何かっていうと人目につくわけですよ。まあ、だから躊躇して行かなかったりね、購入をためらったりした人も多かったと思うんですよ。もう私もその一人なんですけどね。当時ラムタラっていうね、なんかそのいかがわしいビデオを専門で扱ってるところは、表向きは普通のレンタルビデオなんですよ。でも店内に入るとそれっぽいのがバーッとあってですね、ラムタラってところに行く時点でもうそれなりのものに見られてしまうというねことがありましたけども、まあでもインターネットが出てきて、誰にも知られずにそういった、お色気のね、まあ画像とか動画っていうのを取得することができて、そこには多少お金がかくてもいいなっていうふうなね、まあ、そんな趣もあったんではなかろうかと思います。まあそこでもう一歩進むのは、じゃあ販売者側に回ればどうかなってことだったんですけども、その時はね、まあノウハウがなかったんで、どうやったら販売者側に回れるかってことは分かりませんでした。まあでもね、やっぱこう掲示板などで、そういったね、いわゆるアフィリエイトを進めるサイトがあって、でアフィリエイトをねやってみたんですよ当時。そうするとその販売者側の、URL をコピー&ペーストするだけでね、なんかすごくこうそこから売り上げが上がった分をこう一部手数料としてもらえるみたいな感じで、結構ね入った覚えがあったかなと思いましたね。それがだからね、まだインターネットが始まってどういうものか、どういうふうに進むのか分からない頃に、私がまあ適当に体験した最初のなんか収入だったかなと思いますよね。まあそれはすごく歌方だったんで、本当に何報酬が現金書き留めで送られてくるみたいなところだったんですけどね。でしばらくしてなんかね、その業者も消えたみたいなのがありましたけども、なんか思い出しましたね、そういうことはね。で何が言いたいかっていうと、どっちの方にお金の道が開けたかってことを認識すれば、おのずとやることが見えてくると。で、まあ当時のやり方はね、私としてはちょっとこうおかしかったかもしれませんけども、でもこうお金の新しい流れのところに赴いていって、地道にコツコツとやるっていうことは、まあこれからも変わらないんじゃないかなと思いましたね。ということでございます。じゃあちょっとね、ズームライブがありますんで、今回はこの辺りで。